ちは。こんにちは。大変お忙しいところでありますけれども、マニチカン先生が農林水産大臣ということでご就任なされました。まあ、そういうことで、私も発表の日にですね、ちょっと東京に行ったんですが、まあ、3ヶ月ぐらいは帰れないっていう話になりましたので、まあ急なことでね、まあ、今日本当にこう集まっていただきまして、大変ありがとうございます。今先生がちょっと心配したのは、私もあの桜市の横断幕を1日前に作っておいたんです。で、ね決まってすぐ下ろしたんですが、まあ、そういうことでご就任のお祝いのことしました。まあ、先生の話を今聞きますとですね、まあ、セミの農業、まあ、セミのこれからの経済、日本の全体の経済をねお願いしたいと、まあ、そのように思います。まあ、そういうことで今日は市の町長、そしてあの県議の皆さんも来ているわけですけれども、伊方町長がいると紹介してください。伊方、まあ、町長もね、今栃木県の最終処分場のことでいろいろよろしくお願いします。まあ、そんなことで、これからの農業のね、とにかく今厳しい状況であります。後継者が夢と希望を持ってねできるような農業、そしてあの輸出の話もありましたけれども、まあ、セミの農業の中で、まあ、TPP をうまくこう生かしながら、まあ、お願いをしたいと思います。まあ、これから日本の舵取りをね、農業だけじゃなくして、日本の農業だけじゃなくして全体をよろしくお願いをしたいと思います。今日は大変ありがとうございました。まあ、地元のことをお話ちょっとしますと、3年前の東日本の大震災が起きましてですね、減災防災ということで今多目的運動場を建てているんですが、まあ、そこのところに、防災の資金を組み入れようということで先生のお力で4億円ほどねいただきました。これも3年計画で来年の今頃は誕生するわけでありますから、皆さんも利用していただきたいと思います。大変ありがとうございました。